はい、それでは次のタイトル、クイッキーワールド2ですね。こちらはですね、まあ、いわゆるスーパーマリオワールドの、まあ、ハックロムになっていますね。こちらに解説の方いませんので、まあ、もし、できる方いましたら、よろしくお願いします。こちら、レースなんですか？あ、そうですね。3人の走者の方のレースになりますね。レッドキツネ8さんと、サート10S さん、JQUERY861 さん、3人の方のレースになります。そうですね、マリオワールドなどで、お城は出てくるかもしれませんね。で、どんな風な、世界が見えるのか楽しみですね。そしてあれですかね、ヒドラエスパニョールの方から、来ていただいてるんでしょうか。トラッタ、あ、もしかしてあれですか、先ほど走った走者さんですかね。そうですね、走者さんの方がチャットに来ていただいてますね。オラ、Your line is amazing.ギギ。なかなかここで英語とかに使えたら、思ったことがこう伝えられるんですけど、なかなか難しいので。うん、すごいです。グレートランでしたよ。かわいかった。Your cat is so pretty. かわいい。スタンプも猫でかわいいですね。ひみちゃん。よいしょ。
いやー、ほんと。こういった RTA イベントでは、たくさんの方のいろんな走りが見れるから面白いですよね。ちなみに、そうですね。せっかくなので、ちょっとここで、今回というか、このチャンネルはどういったチャンネルなのかということを少しお話しできればなと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。準備がまだ。あ、そうですね。ジャパニーズリストリームというチャンネルではですね、海外の、オンライン RTA イベント、チャリティーのイベントをですね、公認でミラー配信をしています。今回、ミラー配信させていただいているイベントは SRE8、スピードランズ・エスパニョール8というイベントです。スピードランズ・エスパニョールのチャンネルで行われているイベントを公認ミラー配信しています。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタックを視聴していただくことで、寄付を募っています。先ほどの一つ前のタイトル、悪魔城では、ドラキュラのタイトルではですね、寄付額を達成して奏者の方が片手で、操作をしクリアまでするというところを見せていただきました。今回集まった寄付金は、アソシアシオン・エスパニョーラ・コントラエル・カンセルといった団体に寄付されます。アソシアシオン・エスパニョーラ・コントラエル・カンセルは、がん患者やその家族のために、がんの適切な診断や治療のための研究プロジェクトに支援を行っている、スペインを本拠地とする非営利団体です。寄付と関連して、特定のゲームには高難易度の変更やエンディングの選択等が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。今回のですね、これから始まるクイッキーワールド2、こちらのもビット等が達成されていて、2%の方も、1、えー、じゃあ、2、2じゃなくてですね、クイッキーワールドの1、これの前作ですね。もうそれも2%も走られるようですよ。それぞれ寄付額に対する報酬だとか、達成度については寄付ページを、その URL で見ることができるので、よかったら確認してみてください。寄付についてはサイトからの、スピードランズ・エスパニョールのサイトからや、あとは、スピードランズ・エスパニョールのツイッチチャンネルへのビッツやサブスクライブから行えるので、ぜひ、もしよろしければ。興味があればそちらで参加してみてください。今後、ジャパニーズリストリームでは、まだまだ海外のスピードランイベントを公認でミラー配信していくので、よろしければ、ツイッターのフォローやディスコードへの加入もよろしければお願いします。あれですね、なぜか、コメントが削除されてしまっていますが、本当、ありがとうございました。来ていただいて、オーラ・グラシアス。画面がそろそろ切り替わりましたね。はい。クイッキーワールド2、そろそろ始まりそうです。
あとですね、これからのタイトルなんですが、ちょっと次のタイトルが始まってしまいそうなのですが、ですね、6月20日の深夜ごろに行われるゼルダの伝説、神々のトライフォースというのがあるんですが、こちらがクラウドコントロールが予定されているんですね。そちらの方もビッツとか入れたり、サブスクをすることでコインを入れて参加することができるので、それで寄付をしてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、クイッキーワールド2です。あ、記録ございます。ワールドレコードが18分27秒だそうです。でそれぞれ奏者さんのプライベートタイムも書いていただいてますね。はい、始まりました。どうでしょう、皆さん見慣れたマリオですかね。走ってるのはみんなルイージでしょうか。あ、なるほど、行方不明のマリオをルイージが探しに行く感じなんですね。Super Mario World, ¿no? ¿Tú qué tal, Sa? ¿Cuándo jugaste a este hack?あ、どうでしょうか。ちょっとレースなどでね、なかなかこう画面を追いかけるのが大変ですが。Yo no fue de los primeros, o sea, primero empecé con Kindergarten y cosas así, más tutoriales, pero antes hice Mario uno.ワールドとかそう、こういったアクションゲームってすごい難しいイメージなんですが、なんかこういったタイトルになるとさらに難易度が増しているかなって感じです。Muchas canciones, muchas originales de Valdio, muy bien puestas. La música del Overworld en este primer nivel, en este primer mundo, es un original de Valdio también.Los Overworlds creo que todos son de Valdio y luego muchas son porteadas. 関係なしで即リトライ制。一応チェックポイントがそれぞれ用意されてる感じですかね。で、チェックポイントから始まると、今上の方と左下の方、同じタイミングで同じところからやり直しましたね。Estamos escuchando la propia SNES, bueno, emulada, pero la propia SNES haciendo música con su potencial.Los retos que tiene este hack están muy relacionados con. ソシアさんのコメントの方の補足もありがとうございます。本当ありがたい。La idea de Cookie 1 era hay que moverse rápido, no hay que pensarlo dos veces y se logra el objetivo. Y Cookie 2 mantiene mucho esa línea, pero el platforming es un poco más intenso, diría yo.これなんか上の方は裏世界みたいなとこ入ってますけど、これはもしや皆さん、ここでね、じゃあよいしょ。Cuando alguien pregunta qué es Kaizo, qué es Kaizo o qué os gusta o no sé, podría decir que Kaizo es una serie de. はい、皆さんね、ここでね、ご紹介をさせていただきますね。アジンさんが来ていただきました。アジンさん、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。では、対応ですけど、先ほどマリオハックいただきちゃった。少々今ちょっと音量の方がありですかね。はいはい。喋り始めで大丈夫そうですか。あ、声大丈夫です。はい、今バッチシです。あ、はい。はい、そうね。じゃあ、では。マリオハックみたいなの来てるから、はい。はい、お願いします。はい、お疲れです。はい、ということで、これはなんだ、クイッキーワールドだって。まあやっぱよくあるね、こう高難易度ハックみたいな感じですね。
まあ、いわゆるこういうマリオワールド系のハックとかってね、たくさんありまして、結構 GDQ とかでもね、いろんな作品プレイされてますね。やっぱりこう、非常に高難易度で、まあ、初見殺しみたいなところもたくさんあったりしますね。しかもこれあれか、キャラがルイージか。まあ、マリオワールドにおいては特にマリオだろうがルイージだろうがキャラ性能はないですね。単に2人で遊べるっていうだけなので。しかもなんか、VV とかもすごい状況で倒さないといけない。今多分進行状況で言うと、右下の J クエリーさんが多分さっき VV 倒してたから、多分さっき進んでるかな。で、今、上の、これなんだろう。SAHD10S さんが今 VV 倒しましたね。で、左下の方は、そこより一歩前かな。っていうような感じになると思ってますね。そう、なんかね、改造っていう言葉自体が、向こう側で通用するっていう。Porque estamos jugando este juego es que hay mucho control de Mario, aunque en este caso es Luigi. Y eso lo hace muy divertido. 日本だとなんだ、友人マリオとかね。Hay muy pocas cosas en este juego que tienen RNG. あと、ピップマリオとかもありましたね。Sí que hay unos cuantos niveles que son muy odiosos por ello.はい、では、左下の方は今、VV に挑戦しておりますかね。レッド。キツネさん。やっぱよく使われるテクニックとしては、例えばコーラジャンプとかね、マリオワールドだと結構コーラ、いわゆる持ちながらコーラを踏むっていうことができるんですね。それ使ってうまく、例えば、まあ、あとは今、上のやつみたいに、まあ、うまく甲羅を飛ばして、それを踏んでとかね。そのあたりが割とこう、高難度テクで求められますね。あとはこれ今右下の、なんだっけこれ、ドラポンだっけこれ1の1にしか出てきませんね。こいつね。確か。あ、他も出てくるかもしれないけど。あんまり見ないよね。あ、チョコレートのコースに出てくるかな。ちょっと忘れちゃった。あ、そうそう、あとね、そう、金網道具持ちとかできちゃうんですよね。結構ね、このゲーム、いろいろ裏仕様みたいなところに、があるんですよね。さあ、とりあえず今、右下のジェイクエリーさんが一番進んでるようなので、まあ、そこ中心に解説して、解説もできないですけどね、これ。私、今、解説できてないですから。これは羽根付きのハテナブロックですね。こう左右にふわふわ浮くタイプですね。そう、ドラゴン結構レアキャラなんですよ。多分その1の1とチョコレートのどっかにしか。あ、しかもなんか、キャッスルすごいでかい。めちゃめちゃ。ヒルズみたいな高層タワーですよ。地震あったら大変そうですね。¿Qué ibas a comentar tú, Sam? Yo no sé qué decir. Okay, okay, okay. 改造ライトハック。まあ確かにね、難しいは難しいんですけど、多分そこそこやり込んでる人からすれば、まあ、頑張ればいけるかなっていう、それぐらいの感じはしますね。見た感じ。あ、うまいですね。鍵でうまくこう、ブロックを。で、このハテナからこう、通して、ベルコンで、おお、あ、そうかそうか。スター状態だから。で、スイッチで。スイッチで多分点線が実体化する。あ、すごいですね。スピードランコムで 100%、113人もいるんですね。というか、マリオのフィールド上の動きすごい早いですね。こういう地味なところもね、結構インターフェース周りというか、このゲームの内容だけじゃなくて、それ以外のところも結構、合わせてね、改造してたりしますね。
porque otra vez como más nuevo en el mundo. あ、惜しいな。あとはそのやられた時とかもすぐにこうリスタートできるようになってたりとか、あとはあれですね、情報ウィンドウとかもかなりシンプル化されていて、まあこれも改造作品によりけりですけど、この作品だったら右上のタイムのところしかないですよね。だからアイテムストックとか、あとはまあ点数とか残機とか、そのあたりはもう改造系マリオだとね特に関係ないですから、まあそういうのはさっぴいちゃってる。そう、改造で改善されてますね。おお、すごい、リフト早い。これはやはり当たらないように。あ、そしてブロックも持ってドッソン倒す。なるほど。このブルブルブロックは一定時間で消えてしまうんだけど、あ、消えたね。この辺もね、改造とかで消えないようにされてたりとか、いろいろ。さあ今度は降りる方ですね。ドッスンに対してちっちゃいドッスンはコトンっていう名前ですね。ドッスンとコトンっていう、まあ、いわゆる擬音ですね。赤いコインは何かあるんだろうかね。まあそもそもコインが意味ないけど。あ、オーブですね。なんでオーブ2個あるのかわからないですけど。Básicamente en el mundo Kaizo empezó un pocola gente que fuese capaz de pasárselo porque el Kaizo es uno de los primeros que era bastante complicado saber pasárselo. Luego ya empezar poco a poco. 40分のゲームですからね。そんなには長くないと思うんですけど。あ、今なんかこの顔が、スタの顔がなんだ、3本になってる。芸が細かいですね。あいつは本来は敵ですけどね。あ、そうそう、ほら、いるじゃないですか。お団子になってるやつ。団子3兄弟みたいな。あれ3本。普通だったらね、パックンフラワーになってますけどね。おお、うまい。きちんと甲羅のリフレクションからの、踏んでジャンプですね。お、すごいすごい。ツタが伸びるのも早い。ちゃんとそういうところ、地味なところをさ、普通だったら、ティロン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 ってこう、少しずつ、マップがね、更新されていくんですけど。さあ、ここも結構、えぐいですね。ボム兵をこう、敵を倒したり、あとはジャンプ。あ、今のは踏みたかったかな。飛ばして、トゲゾを倒して、もう一回持って、ブロック。くるくるブロックをくるくるさせて、これ爆発しないのかな、大丈夫かな。右下の方のジェコベが1951、左の方が2602、まあ多分そんぐらいでしょうかね。まあ、あとはやっぱりハック作品ではあるからね、かなり余裕は見ていることかと思います。ラムネ海溝ってなんだっけ、あそこの沈没船のとこだっけ。ラムネ海溝と言ってた、あそこ沈没船しかないからね。ラムネ海溝っていうぐらいだから、ラムネの味がするんだろうか。さあ、このリフトは、魔王クッパの谷とかにある、カウントダウン式のリフトですね。数字が0になると落ちちゃう。そう、あとこういうさ、ゴールしたときにさ、引っ掛けがあるタイプのコースもありますからね、改造マリオ。この作品にあるかどうか分かんないですけど。ゴールしたと思いきや、ゴールの演出が終わるまでマリオ死んじゃいけませんからね。まあ、これはルイージか。ああ、そしてほらほら、使い捨てされる余地。もうこれは改造マリオおなじみの使い捨てされるよし。これはで、このサンボっていう敵はヨッシーに乗ってる時だけ5連になりますね。普通だとこの3連なんですけど。でマリオのパワーアップはパワーアップじゃないですからね。基本的にこう被弾するためのライフみたいなものです。ちょうどおのおののプレイヤーの方がこう1ステージ差みたいな感じで差がついてますね。さあ、ジェイク・エリーさんは、クッパの城手前のステージまで来ました。あ、この伸びるやつもね、1の
3とかだっけな、アスレチックステージぐらいにしかないよね、あれね。さあ、これはオンオフして、スイッチをオンオフしてブロックを切り替えるタイプのステージですね。あとはこう敵、これこのタイプのノコノコね、あの黄色ノコノコ、黄色ノコノコなんですけど、あの甲羅に入るとね、ああいう無敵ノコノコになりますよね。え、これ大丈夫？これ死なない？ブラックパックに当たって大丈夫？あ、大丈夫なんだ。そうで、最後のところもブロックがあったから、ちゃんとブロックをオンにしとかないと、あの落ちて死んじゃいますね。それがあのさっき言った、ゴールするまで、ゴールの演出が終わるまで、あのゴールが確定しないというかね、クリアではないよっていう。さあ、これはどんどんとこのキラーを踏み台にして、あとはこれトーピードも多分最後使うんでしょうね。あ、使わないか。そう、ゴール終わるまで遠足。さあ、これはオートスクロール。あ、ちょっと今なんか触れてなかった、大丈夫？なんか今判定怪しかったけど、ぐるぐるをスピンジャンプで、で敵とかもこうスピンジャンプ、あの普通に踏むとダメなんですけど、スピンジャンプで踏むとこういう感じでね、スカッっていう感じでさらにジャンプできるので、まあその辺もやっぱちゃんと使う必要がありますね。ただし普通の敵とかだとスピンジャンプであの消失してしまうので、そこは注意しないといけないですね。さあ、ここは鍵ゴールと、あと扉のゴールもあるけど、これどうなんだろう。まあ、これ 100% って言ってるから、そっか、だから鍵ゴールもしないといけないですね。ああ、スターロードだ、スターロードもあるのか。ああ、なんかある、なんかあるさらにまだコースある。これはあれですね、あのブルが、あの後半の魔王クッパの谷あたりのブルがやってくる、あのスコップのあの岩ですね。まあ私はメロンって呼んでますけど。え、これ斜めキラーのグラフィックなんだあれ。あ、落ちちゃった。スターロードの中にお化け屋敷のアイコンありましたね。そう、往復するぐるぐる、これレアですね。あれなんだろう。これなんだ、甲羅？パックンの頭なんでしょうね、あの斜め。あの斜めは多分バニラ大地のどっかに出て、あ、これ動きはコトンですね、あの動き。いや、これ狭いな。あ、そして、あ、惜しい。ちょっとなんかそう、隕石っぽいですね、このステージが宇宙みたいな感じだから。普通はあのこういう動きするんですよ、この、 あのブルが掘り出したその岩、ああいうなんかバウンドする動き。ただここだとなんかそうスペースデブリみたいな感じですね。まあ、こういうコンセプトもいいですね。面白いです。さて、お化け屋敷、メガスコテージってなんだろう。うわ、いきなりアトミックテレサ。あとはこのお化け屋敷、確かバニラ大地のお化け屋敷になるやつだったかな。あの動く落とし穴いうかですね。あとテレサウルス、テレサウルスもああいう動きするから、こう壁抜けのずっとまっすぐの動きですね。お、そして、あ、またこれは、はい一瞬の命。はい、でここでまたお城ですね。今あれ、カメックの魔法がありましたよ。カメックの魔法が静止した状態でアニメーションだけしてましたね。でこの、 あの赤い光ってるやつはあれ、オリジナルにないブロックですね。あのドクロマークだったりするんですけど、あれは多分当たったら一発アウト。あの今左でもちょっと見えてますけど、あのこれはなんか改造マリオよく使われますね。
Kaizo. Son los que son...あ、そうそう、なんかメニューでリトライとかありましたよね。だからやっぱ改造マニューとかもその辺すごくこうリトライしやすいように作られてるんです。あ、そしたらなんだ JUC ん JUGOS をなんだなんか後ろの文字が光ってましたよね。あ、ここもなかなか時間のない。あ、すごい、バックジャンプ、バックジャンプ。あんまり見ないですけど、あー、バックジャンプ。ジャスコではなかったような気がするけど。あんまり、あ、そっかそっか。あの、斜めの坂だったからバックジャンプになってるのか、あんまりね、マリオワールドでバックジャンプしてるの見たことないですけど、ヨッシーのなんか家か。ああ、ヨッシーと一族の恨み、一族の恨み。リスタート、リスタート。これはあれですね。あの魔王クッパの谷のラリーですね。戦闘システムは。バブルが3体いるので。しかもヨッシー卵出そうとしましたよ。あ、これなんだ、これなんかエンディングになりましたけど。あ、これもう、これでクリアか。そっかそっか。なるほどな。いいですね、コンセプト。今までこう犠牲にされたヨッシーが最後恨みを晴らしに来るという。これ多分エンディングスタッフロールとかも結構ね、あのこれなんかすごい、あの何、あのクロスワードみたいな、クロスワードじゃないか、あの スケルトンスケルトンみたいな、あの謎解きでよくあるやつになってますよこれ。あの同じ文字のところがクロスしてるみたいな。あ、普通はね、あのキーワードがたくさんあってあれをマス目に入れていくんですけど、そう、でもなんか最後はピーチ姫乗せてますけどね。あ、そうそう、スケルトンパズルですね。あ、さあ、そして上の方も来ましたよ。でもそんな強くはないな。顔がなくなっちゃった。まあ、こうやってあの足場がね、左右左右にこう傾くんで、まあ、その方向に。だからあの踏み続けてもあの回数じゃないんですね。あそこで落とさないといけないんです。今なんか左下ぐるぐるに当たったように見えたけど、気のせい。ジャスコ今ないですね。今もうイオンになっちゃったから。さあ、そして、右下は最後なんかあるかな、演出。まあ、最後これヨッシーの卵が帰ってね、でジエンドって感じなんですけど、よかった。でも最後はほら、最後はほら平和的にこれ歓迎されてるから、あのヨッシーだけはちょっと反逆しましたけど、よかった。最後はこう手を取り合って政治的に解決したみたいな。あとこれいいですよね、この最後のキャラ紹介。スモーブラザーとか、 KK はスモーブラザーなんですね。ポーキー、結構いろいろ英語の名前だとレックスとか、メガモール、バンザイビルってなんだろう。なんかすごい、英語だと名前面白いですね。ライターとチビライターは。ディノ、なんだ。スパイクトップ、バジービートルとか、全然名前が違う。トーピード、トーピードはそのままだな。トーピードテッド。テレサじゃなくてブーなんだ。お化けみたいな感じ。
あ、そうですね。左の方はかなり終盤来てますが。Está súper pulido, está súper cuidado. Este es el mayor ejemplo de un hack súper pulido y súper cuidado. No recomendamos descargarse hack aleatorio y probarlo. Fishbone, そのまんまだ。グラインダー、まあガリガリはそう、そうなるか。グラインダーだもんね、あれね。回ってガーってこう削るやつとか。レズノア、なんだろう、VV は、なんかわかんない。メカクッパ。あれでもこれはメカクッパなんだ。あの英語だとさ、クッパってボーサーとかって言わなかったっけ？あ、そうだよね。ボーサーだよね。でもなんかロイクッパとかウェンディクッパとか。あ、だから右下ヨシいた、ヨシいた。ちょっと今一瞬しか見えなかったけど。あれ、マリオこんないかつい顔してた？なんか怪しくない？ちょっと他のプレイヤーの方で確認するけど。サティとかあったな、サティ。昔、うちの田舎の近くにはサティがありましたね。今はもうなんか建物自体なくなって別のものになってますけど。英語だと亀族はクッパなんだ。あ、クッパ軍団みたいな。ちょっと最後。あと上の方のエンディング画面でちょっと確認したいですね。あ、でも、レッドキツネさんも来ましたよ。あ、なんか色が危ないけど、大丈夫？あ、倒した。はい。お疲れ様です。26分でした。Muy seguro cuando empezó el timer, la verdad. Pero 20... Ah, soy todo Mario, ¿tasqueられ なかった? Mario, ¿いるのか? Ah, バツついてるのか? これなんか睨まれてるわけじゃなくて。ほらほら、右下さ、ラリークッパ、あ、そうか、ラリーを入れ替えてるからか。GG's también para mí. GG's para los tres. だからあれ入れ替えると強制的にエンディングの方も入れ替わるのかもしれないですね。同じ。スプライトというか同じグラフィック使ってるから。あれ、左下もよしでした。まあ色違いだからな。そう、ノコノコにもクッパとかって書いてあったんですよね。El Mario Maker no se maneja bien. Leyendo preguntas en el chat, voy a ir atrás. El Mario Maker no se maneja bien. O sea, eso no es una pregunta, es una afirmación. El momentum que tienes en Mario Maker es como... 多分そこヨッシーに差し替えたからなんかそうなってんじゃねえかっていう。まあ、想像の世界ですけど。algo a ciegas y aquí estás manejando con todo el control. Por cierto, aquí en mi pantalla... まあ、基本クッパは色違いですからね。あの、オリジナルっつったらあれですよ。ルドビックぐらいじゃないですか。あ、でもあれか。あの、三面のレミーとウェンディーも違いますよね。三面ウェンディー。うん、違う。三面、なんだっけ。3面のなんかと6面のウェンディ。レミーか。レミー。3面レミー。ドカンタイプ、ドカンタイプ。あ、マイカルか。株式会社マイカル。あの、サティを展開してたやつ。あれ、結局イオンに吸収されたんですね。Porque Mario sale tachado al final. Es un shout out a Undertale, creo. Porque Undertale también hay un. All Secrets っていうカテゴリーがある。なるほどね。それだとまた違うかもしれないですね。ラキッツとか、なんだろう。ジュゲームがラキッツってなってたけど。Spoilers, Mario muere.ポンキーがすごい、ポルケイノロータスとかめっちゃかっこよくなってる名前。バレットビル。キラーはバレットビル。Pregunta de cuántos streamers hablan español que hay en Twitch que hacen Kaizo, pues aparte de mí y Zack, Mega Mold. Indie va Mega Mold. Alex X8.También. そう、ああ、のこのこやっぱクッパーズだね。En general podéis pasaros por nuestro canal y aunque estemos hablando en inglés podéis preguntarnos y a veces hacemos stream en castellano, yo siempre lo hago en español últimamente, la verdad. Y podéis preguntarnos por otros y otra vez.
Esto tiene mucha tirada en Twitch y sentimos que hay oportunidad para que esté más hablado en español, quizás. Y lo hay, ¿no? Preguntas de por qué Yoshi es el last boss, porque en el mundo Kaizo el meme es Yoshi es el malo. ¿Qué pasa, Urus? ¿Qué es eso? ¿Eiris? Al comienzo del juego, el mensaje que dice es... ¿Qué es eso? El premio, con todo lo que sé, y Luigi va a buscar a Mario. Luigi va a ir a buscar a Yoshi porque fue el último en ver a Mario antes de morir. そのまま、ほんとそのまんまなの、フィッシュボーンぐらいじゃなかったかな、今まで。それ以外はやっぱ大体英語的な感じに変換されてるっていう。Porque normalmente Mario, cuando está en Super Mario World, Mario, cuando está montando Yoshi, siempre que necesita. あれですね、スーパーマリオワールドカルトクイズで、きっと出てきますよ。英語でも日本語でも同じ、唯一の敵キャラは誰みたいな。あ、ほんとだ、左下、イギークッパが。青になってんじゃん。y en general aquí, por ejemplo, まあ青の方が性能いいけどね。そういうことで、ジエンド。いやー、皆様お疲れ様でした。なかなかね、高難易度のマリオ改造ハックス、en general es un mundo de memes, es un mundo de cosas. マリオ改造マリオということで。es un mundo muy divertido y otra vez está desde el punto de vista de fans, así que. そう、なかなか日本語の擬音的なのが多いですもんね、ガリガリだとか。まあだからなかなかそれをそのまま英語にしても伝わりにくいっていうのがありますから、まあ向こう側のきちんと伝わりやすい用語になってるんでしょうね。まあ、そう言ったらフィッシュボーンは本当そのままですからね。英語で言ってるからそのまんまになるっていう。魚の骨。あ、ちょっと待ってください。この後前作クイッキーワールドの 100% がドネーションによりプレイされるというのをちょっと情報いただいております。はい、じゃあちょっと少々お待ちくださいね。次のゲームの切り替えとかします。